どうもレポーターの北村です。今回は女の子に今まで出会った最低な男のエピソードを聞いてきました。こちらの動画をどうぞ。待ち合わせしたんですよ。まずその時点で待ち合わせ場所に行っても連絡が来なくて、で20分ぐらい待ったんですよ。私遠くまで行ったんで、待って電話かかってきて寝てたって言われたんですよ。もうちょっと待っててって言って30分ぐらいまた待たされて、結局1時間ぐらい待って、その後なんか映画見ようってなって、映画館あるんだったら、いやないって言われてじゃあ映画を見に行こうって言われて、次どこ行くんですかって言ったら、いや俺んちって言われていや次じゃん話がと思って普通に付き合ってないのに、なんかすごい言い寄ってきて、でごめんなさいって振ってから、なんかいろんな女の子に手を出してそれを私に送ってきた。俺は今日この女の子とディズニー2人で行ってるよ。キモいねでもその女の子たちも全部私の友達だったからどうしようと初対面で例えば LINE 交換して、その後に彼氏面の LINE みたいなの送ってくる人が無理で、今日は楽しかったねから始まって長文ですごい気が合うからこれから2人でうまくやっていけると思うみたいな付き合ってない、名前も知らない。もっと恋人、シンプルな服が好きで、なんか普通にチェック柄のスカート履いてたんですよ。なんかチェックのスカチェックとかそういう服が嫌いみたいで、なんかなんでお前その服履いてきたのとか言って、距離置かれて歩かれたんですよ、クリスマスの日に。マジでショックだった。なんか付き合ってたんですけど二股かけられてて、で二股かけられたのをその友達づてに知って、そのことを言ったら、いやその子と遊びでその子とは別れるからなんか別れたくないみたいな言われちゃって、もう別れました。もういや無理だと思って。あ、ストーカー男、クラブ行った時にずっとつっついてきて、でバイバイって言ったの、言ったけどずっとついてくるから無理だと思って、最初から最後までずっと視界に入るとこにいんの。おめっちゃキモかった。最初の時どうしたの？え、逃げた逃げてラーメン屋さん行ってラーメン食ったまあ1、2ヶ月ぐらい付き合った元彼だったんですけど、まあ向こうに相手ができて結婚したんですよ。でもそれでも私に会いたいとかいろいろ言ってくる子供もいるんですよ。で結局まあその人ともうまくいかず、次の彼女ができました。その人と最近結婚して、それでもなんか付き合いたいとか言ってくる最悪な男がいたんです。今までの人たちがみんななんか浮気されてきた人、浮気して浮気症の人が多かったからなんかそういう人ですね。最低です浮気はね。うん、